ファリーグ楽天後、4ロッテ、2024年9月17日楽天モバイル。楽天は4対4の延長10回に代打、伊藤のサヨナラ打で4連勝を飾った。打線は0対0の3回1 c 1・2塁のチャンスで、小深田の右前適地打で先制に成功。さらに西満塁で安田の右前適地打でこの回で3点をリードした。しかし直後、4回に同点に追いつかれた。 3対3で延長戦に突入した延長10回、マウンドに上がったのは6番手の渡辺翔。一死二塁のピンチを招くと、ロッテ・藤岡との対戦で2球目のスプリットを捉えられ、左越え適地2塁打を浴びて勝ち越しを許した。しかしまだ終わらなかった。3対4の延長10回に渡辺家の中木比で同点に追いつくと、2、1、2塁で代打、伊藤優がサヨナラだ。 劇サヨナラ勝利が決まって選手たちがベンチを飛び出して喜び爆発1点勝ち投手となった渡辺翔は大粒の涙を流しタオルで顔を拭っていた